キーズトロピカリブ&モアです。よろしくお願いします。いやいい天気ですね。夏が戻ってきたみたいですけれども、今回タマキビズトロピカリブはですね、東京と山梨でスチールパンのレッスンを行っているメンバーで、集まっているんですが、今年この場所で今日の一番最後に152人パンらしいんですけど行うということで、2013年に山梨でも100パンを行いまして、その時の同窓会みたいな感じで、呼びかけたところ、あのこのトロピカリブ以外の T シャツ着ている皆さんが有志で演奏をお手伝いしてくださいました。ありがとうございます。遠くは福島、みそらさんのお二人。2013年の100パンの時に5ベースだったんですよ、5本で。本当は6本なんですけど、5ベースなんてあるんですねって言ったら、1音しか使わない音があったんですって。それを捨てて置いてきたとということで5ベースでしたが、今日は6本揃ってます。本当にどうかありがとうございます。さあ、そして、パンビレッジの お三人方、アダンティブを、イエイ、アナちゃん、キムさん、キちゃん、イエイ、ありがとうございます。そして、もうね、ファンタの皆さんも朝からすごい大変なのに演奏持ち付き合いいただいてありがとうございます。ファンタの皆さんです。はい、本当にありがとうございます。そして、忘れてはいけません、プロ集団を紹介したいと思います。オントラム佐藤優2ステージ連続お疲れ様です。浅藤健一郎ラブリーズ浅藤、黄色い声取ってるラブリーズ、イエイ、ね、楽しいですね。そして、もじゃもじゃ頭たまきです。よろしくお願いします。さあ、トロピカリブの皆さんもね、紹介しましょう。山梨のトロピカリブの皆さんです。はい、はい、東京チームの皆さんです。忘れられてる人いますか？大丈夫？大丈夫ですね。という、ここのスチールパンで見えなかった。ごめんなさいね、すいません。前原さん。ただ後ほどいろんな話があるので、相談じゃない、後ほど、経緯はご説明します。さあ、2013年にですね、山梨でスチールパンの100人プロジェクトをやったんですが、その時にですね、富士山も世界文化遺産の登録の年でして、ちょうど100人でスチールパンをずっと富士の山という曲を演奏していたので、富士は日本一の山っていうところをぜひ大合唱していただいて、富士の山をお送りします。
ここからですね、ちょっといろいろ移動をしましてですね、さっきちゃんと説明しますと言った前に、その前ですね、これは、このさっきのラテンメドレー、そして富士の山、そしてこれからお送りする威風堂々ですが、その2013年の100番の時に演奏した曲で、もう皆さん演奏したことがあるメンバーなんですが、ここでさっきの前原さんとのいろいろあれこれご説明しますと、前原さんはですね、2、3ヶ月前に知り合いまして、パノラマスチールオーケストラってご存知ですか皆さん。そうですね、原田義弘さん率いるスチールバンドすごいバンドなんですけれども、そのメンバーと一般公募で集まった、メンバー総勢60人で、この夏にトリニダード・トバコの世界大会に出場してきました。でいっぱいいろいろご支援いただいた、ご支援くださった方々本当にありがとうございます。そこで知り合ったんですが、ここにね一人空いてるんですよ。今日メンバーも知りません、特別ゲストがいます。前原さんのことをものすごく好きな男の子、登場します。はい。